ねえどう？似合う？これさ、男物にしてはさ、女の子でも全然着れるデザインだしさ、めっちゃいいんだけど。XL なんだ。へえー、でも女の子が大きめのブカブカって着るのめっちゃ流行ってるからさ、ちょうどいいよね。これってもしかして、あやかとユニクロでお揃いにしたやつ？わかったよ、すぐに。うん。だってなんかあやかストーリーに載せてたもん。うん、あげてたよ。なんかお揃いみたいな。え、これ本当に着て大丈夫だったの？なんかごめんね。ごめん。なんか最近都内引っ越したって言ってたからさ、ちょうど終電なくなっちゃってやばいなと思って。私全然お金持ってなかったからさ、なんか、普通にどっかホテルでも泊まろっかなと思ったんだけど、その分もお金もないし、でもかといって友達に車出してもらうのもなと思ってたから、マジで都内で一人暮らししてくれてありがとう。別に、私のためにしたわけじゃないのにね。あ、彩香には言わないでね、このこと。お互い言えないか。ね、そっか。なんかごめん、ありがとう。なんか急に泊まれるって言ったのにすぐ OK 出してくれてありがとうね。でも別にまあ泊まったところでね、うちのこと別に女だって思ってないっしょ。わかるよ、もう男と一緒のグレーだもんね。なんだったらもう男みたいな感じしか思ってないっしょ。そうだよね、そうだよね。いやでもマジでよかった、超助かった。じゃあなんかさ、あれだよ、なんかお詫びって言ったらなんだけど、なんか朝ごはん作るよ。うん、コンビニとかだったら24時間でやってるし、食材とかも最近売ってんじゃん、コンビニって。だからそれでちょっと私の朝ごはん作ってあげる。明日楽しみして。ごめん、もう時間も遅いよね。明日は仕事？え、仕事ないの？あ、そうなの？そっか。私さ、まだ飲み足りないから晩酌しない？え、めっちゃいいよね。確かコンビニすぐそこにあったよね。買いに行こう。ドンキホーテ近くなかった？え、ドン・キホーテって、え、最近すごいの。お酒のおつまみとか、お酒とかめっちゃ売ってて。買いに行こうよ。私最近ね、チャミスルにめっちゃハマってるの。韓国のやつ。わかる？え、そう、めっちゃ美味しくて。え、そうなの、そうなの。いや、度数は確かに高いんだけど、え、普通に飲みやすい。そう、飲みやすいからめっちゃいいよ。え、買いに行こう、買いに行こう。え、やった！嬉しいんだけど、めっちゃ。超嬉しい。私酔いやすいからね、結構。介護して、そしたら、酔ったら。まあ、介護してって言っても、家だからさ。そうだよね。まあ、当たり前だけど、ベッド一つしかないよね。そっか、布団とか、まあ、引っ越したてで布団なんか用意してないか、そっか。え？ソファーで寝んの？え、いいよ、悪いし。いいよ。私、ソファーでは寝れないけど、私は寝れないけど、そう、私、ソファーとか、そう、床とかで寝れない人なんだよね。ベッドとかじゃないと絶対寝れない人でさ。え、でもいいよ。悪いじゃん、別に。別に何もないんだから、二人でベッドで寝ればよくない？ね、そうだよね。え、じゃあ買いに行こう、買いに行こう。超嬉しい。ありがとね。嬉しい。大丈夫、大丈夫。ストーリーにはコップしか載せないから。うん、顔載せないから大丈夫だよ。この家だってバレないし。じゃあ買いに行こう。超楽しみ。行こう。彩香には絶対秘密だよ。楽しみ。動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるので、よかったら遊びに見てバイバイ、じゃあバイバイ。